もたきです。皆さんなめたけって好きでしょうか。私ね、なめたけ大好きで、よく、こんなね小瓶に入ったもの買ってくるんですけど、すぐなくなってしまいます。で、まあ食べ過ぎっていうこともあるんですけどね、まあ、なめたけたくさん食べたいなってやっぱ自分でね思いまして、じゃあ実際にね作ってみたらどうなんだっていうことで、今日はね、なめたけを自家製なめたけをねちょっと作っていきたいと思います。それではね早速調理していきましょう。今日のポイントは1つ、今日はねお酢を使います。このお酢なんですけどね、一番最後に入れる、ここがね今日のポイントになります。でなぜ一番最後に入れるかといいますと、なめたけがねこう温まっていく中で、まあ、いろんな調味料入れるんですけどね、このお酢を最後に入れると非常にこうさっぱりとした味わいになって、あと調味料、調味液、こういったものをね、非常にこうまろやかにしてくれる、そんなね作用がありますので、お酢は最後に入れるというのが今日のポイントになります。はい、それではね、なめたけを作っていきたいんですが、使う材料はねこちらのえのきだけを使います。まずね、ここの石突きの部分わかりますかね、この、根元の部分ですね、ここを、カットします。このままでもいいですかね。はい、でカットしました。で、そうしましたらね、そのまま洗わなくてもいいので、これをね3等分にします。でその前にちょっと今カットしましたけど、カット甘かったらもう一度ね、よいしょ、黒い部分、ちょっと茶色い部分ありましたらそれも一緒に外してください。はい、そうしましたらここで、3等分していきます。はい、それではね、なめたけ作っていきたいと思います。まずね、調味料を入れていきます。醤油、みりん、酒、お砂糖入れます。これで一度ね、混ぜ合わせます。よいしょ。そうしましたら、えのき入れます。はい、これで一度火をつけます。はい、なめたけね、よいしょ、今ね中火で、炊き込んでるんですけどね、あの焦げないように、中火を維持しながら、あとはこの泡ですね、沸き加減、これを見ながらね作ってください。はい、かなりこうね、えのきがこうしんなりしてきました。でここでねお酢を入れます。はい、タレもねだいぶこう煮詰まってきました。あととろみもね出てきましたので、これで、炊き込みは完成です。はい、なめたけ完成しました。非常にね美味しそうにできたと思います。香りもねいいですね。じゃあ今日はこのなめたけをですね、お豆腐の上にちょっとかけて食べてみたいと思います。まあ、自家製なんでねちょっと多めにかけていきます。あ、いいですね。もう見た感じすごく美味しそうな、なめたけ豆腐できました。じゃあいただきます。いただきます。ちょっと難しいな。あ、シャキシャキ感がいいですね。で瓶で売ってるなめたけよりもね、やっぱこの歯ごたえがいいですよね。しっかりしてます。でもちろん味も美味しいです。これね家庭で簡単にできますのでね、ぜひ試してみていただきたいと思います。はい、今日はね自家製のなめたけ、こちらを作ってみました。簡単にねできるっていうのが非常にポイントですね。であとね、
まあ、自家製なのでね、いつもこう市販されているものとはこう違って歯ごたえが非常に良かったですね。これならね、ご飯とか、今日お豆腐、まあ、付け合わせで使いましたけどもね、非常にこう美味しいですし、たくさんかけても、それほど高くありませんのでね、ぜひ、ご家庭で試してみていただきたいと思います。あと概要欄にですね、和食を美味しく作るための e-book のリンク、こちらがありますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは今日はありがとうございました。